いやいい天気ですね。11月に入りまして、もうこういった青空の日が続いておりますけれども、パタヤでは何度も洪水に見舞われました雨季も終わりまして、気持ちのいい冬がやってまいりました。まあ冬って言っても思いっきり泳げますのでね、観光で来られる方だったらこのシーズンが一番いいんちゃうかななんて思いますけれども、お昼間はね気持ちのいい日差しとパーッと青空が広がりまして、もう夕方から夜にかけてはめちゃくちゃ涼しい。夜寝るときは窓開けっぱなしにしてたらちょっと寒いぐらいですね。とにかく気持ちのいい、非常に過ごしやすいこのパタヤでね、家にいてるのももったいないんで、時折フラッとこうやってね散歩に出かけてみますと、いつも通ってるんですけれどもね、この大型市場に入ってみたいなと思いました。ここはですね、いつも火曜日と金曜日に開催されてるという大型マーケットなんですけれども、まあ普通の日もね小規模ではありますが、お店がたくさん出て賑わっております。食べ物から衣類からなんか日用生活品まで何でも揃ってしまうこのマーケットなんですけれども、ちょっとね歩いてみたいと思います。たくさん果物売ってますね。なんとこのマーケットは朝の6時から開いております。逆にね夜は6時で閉まってしまうんで、まあ、ネットとか見たら24時間とか書いてあるんですけれども、もしねパタヤに滞在してて朝から、夕方までちょっとフリータイムがある場合は、火曜日金曜日狙いで来ていただいたら面白いんじゃないかなって思います。まあ、土日のウィークエンドはですね、逆にテパシッドナイトマーケット、ここはむちゃくちゃおすすめですね。そして、まあ、平日でしたらジョムティエのナイトマーケット、それぞれちょっとずつ趣は違うんですけれども、ローカルマーケットが好きな方には全部おすすめできますね。まあ、僕は洗練されたショッピングセンターも好きなんですけれども、こういうローカルマーケットをブラブラ探索するのがむちゃくちゃ楽しいんですね。別に何が欲しいとか何が買いたいってないんですけれども、時々ね掘り出し物が見つかるんですよ。あ、これ欲しいみたいな、一見ガラクタみたいなもんばっかりが並んでるんですけれども、非常に値段が安いんでね、あ、これやんみたいな、そんなね宝探しっていうか、そんなにお金も使わず楽しむことができちゃいます。もうこうやってねたくさんの出店が出てるんですけれども、服だったり靴だったり、この辺は中古というかリユースですね。60バーツ80バーツ、20バーツなんてね値段も見えますけれども、このなんか山積みにされた中から選ぶ、あ、ジーンズなんか60バーツですね。60バーツって今のレートやったら240円ぐらい、こちら40バーツなんで160円ぐらい。デザインが気に入ってね、サイズが合うたら、これなんか20バーツなんで80円ぐらいですよ。100バーツ言っても400円ですからね。まあ好き嫌いはあると思うんですけれども、現地のローカルのマーケットです。パタヤではね完全にコロナ明けしてるんですけれども、世界各国がまだまだ動いてないんで、これなんか10バーツですね。まだまだ人は少ないんですけれども、お店はねたくさん出てます。まあ、僕はパタヤに住んでてほとんど草履と短パンとね、それからタンクトップ、あとは帽子かぶるだけですかね。そんな感じで暮らしてますけれども、おっとこれなんか靴が野ざらしになってます。もうサイズがね合うかどうかなんか履いてみないとわからない、履いてみないと着てみないとわからない。でも女性の方なんか楽しいでしょうね。あ、ちなみにこちらパタヤでは女性の方のそのドレスとかも結構売ってるんですけれども、安かったら60バーツとかね、100バーツ、まあ普通でも199バーツとかね出せば、どこのお店でも買えちゃうレベルなんですけれども、あ、もちろん正規のブランドショップとかね、メーカーのものは高いですよ。まあでもそういった本間もんはその辺ではほとんど売ってないんで、まあ例えば馴染みのあるアディダスとかナイキとかそういったブランドもこちらで売ってるものは、ほぼほぼパチモンです。ヴィトンもシャネルもグッチも何だってありますけれども、まあほとんどパチモンですね。いや見る人が見たらね当然すぐ分かるんでしょうけれども、僕らから見たら全く分かんないですよ。アディダス、ナイキ、ノースフェイス、
これ本物身につけてる人果たしているんでしょうかねっていうぐらいです。まあそういうちょっとしたメーカーとかブランドのね、まあ、パチモンですけれども、そういったものが欲しかったらパタヤのナイトバザール行ったらいいですよね。例えばアディダスのリュックとか靴とか300バーツぐらいかな。それから帽子とか T シャツ、そういったものは短パンも含めてね、100バーツから150バーツぐらい。観光客の方だと思えばちょっとふっかけて来られますけれどもね、いつも150バーツで買ってるよなんて言ったら OKOK Thank you コップンカーって感じですね。うん、ここの大型市場はそういったメーカーとかブランド品よりも生活必需品レベルの、まあ、ローカルなものが売ってるって感じですかね。あとは食べ物、果物、それからエステとかね、そういったマニキュア、ペディキュア、マツエクみたいなお店も結構出てますね。そういえばパタヤで面白いのは、ここにはなかったと思うんですけれども、普通にこういったナイトマーケットでタトゥーもね掘ってくれるんですよ。なんか一生体に残るタトゥーをこんなところでこんな値段でやっちゃっていいのなんて僕なんか思っちゃうんですけれどもね。まあその辺は非常に緩いです。あ、そうそう、こういったベルトとかね、小物とかお土産品も結構ありますね。もう水着から、カジュアルからドレスまで何でも揃っちゃいます。こういったところでね、これ女性の、ドレスですね。どんな風になるかっていう写真がついてるんですけれども、こんなんもね、うん、ほぼほぼ199バーツ書いてありますねぐらいの値段で買うことができます。タイ人の女性はだいたいスタイルがいいんでね、まあまあこれは僕の偏見かもしれませんけれども、うん、スタイルいい子多いですよ。もちろんニューハーフの方もね、むちゃくちゃスタイルいい子たくさんいらっしゃいますので、まあ199バーツって言っても800円しないんでね、そんな値段でゴージャスに着飾ることができちゃいます。日本人女性の方だったらこういったナイトマーケットで水着とかドレスとか買えちゃいますので、こっち来るときほとんど服なんか持ってこなくていいと思いますよね。そうそう、僕も初めてタイにこのパタヤに来たときには靴とかね、ズボンとかシャツとかいろいろ持ってきたんですけれども、こっち来たら使わないです。もう毎日ほとんどこういうマーケットで100バーツぐらいで買ったものばっかり着てます。あ、ここも美容系のショップですね。普通にみんな見ているのになんか脱毛とかやってました。すごいとにかくオープンでね、ゆるゆるなパタヤなんですけれども、この周りにはたくさんバービアもありますしね。それからここにはねなかったんですけれども、マリファナショップもたくさんあります。日本人の方はねマリファナっていうとちょっとねやっぱり眉をしかめるっていうか、なんかよろしくないようなもののように感じてしまうんですけれども、こちらでは普通にねその辺のコンビニやスーパー、路上のショップなんかでもたくさん売ってますので、まあその辺はね、ところ変われば品変わるというか、まあ皆さん普通に楽しまれております。まあここの大型市場はね、本当に朝から営業してて夕方までということもあって、非常にまあ健全なローカルマーケットなんですけれども、場所がねもうソイブッカオ、ソイブッカオのねちょうど一番南の方なんですよ。ソイブッカオって言ったらもうこのパタヤのナイトライフの聖地ですね。有名な LK メトロとかね、ソイブッカオ、トゥリタウンズもねこの通りにありますので、お昼間ここのマーケットで楽しんで、そして夕方から夜にかけてはねソイブッカオで夜のパタヤを満喫するのもいいんじゃないでしょうか。僕ね初めてパタヤに来た時にはこういう屋台のねお料理全く見向きもしなかったんですけれども、しばらく住んでるとうまいんですよ。しかもむちゃくちゃ安いしね。日本人の方でも海外慣れされてる方とか、あ、こちら美容コーナーですね。なんかネイルとかいろいろやってくれる店が並んでますけれども、この奥にねメイク道具とかなんかそういったものをたくさん売ってる店あるんですね。でそこでちょっと女性向けのね小物とかたくさん売ってるんで、これお土産にね結構喜ばれるんじゃないかなって。僕この前ここのお店で売ってる、まあ、よくわからんのですけどアイシャドウとかそういったものがたくさん入ってるブックになってですね、それ買って娘にお土産で持って帰ったんですけれども、むちゃくちゃ喜んでくれましたね。あ、これこれ、多分女の子とかはねこういうとこ来たら
掘り出し物を見つけるんじゃないかなって思うんですよね。今回もね、日本もし帰った時にお土産困らないようにいくつか買いました。